交互橋は、広島県広島市の大田川に架かる道路橋。上流橋、下流橋、立体交差橋の三つの橋からなる。共鳴の交互は、右岸側の交互地区の名であるとともにその地区が、深海地として造成された都市の江戸である。戦中からこの地にあった橋で、様々な経路をたどり現在のものとなった。立体交差橋は、上流橋と下流橋の間にある。 上下流橋は外側に歩道がある、広島市道霞交互線。立体交差橋は、広島市道、関野荷口線から大田川放水路、宇岸五岸道路と続く車両専用の市道西2区195線となる。また立体交差橋は、宇岸下流側から上下流橋東詰めへの一車線、一方通行である。平成初期までは、大田川放水路再下流にあった橋であり、 2014年、下流側に大田川大橋が完成している。上流に、国道2号筋の朝日橋及び新朝日橋がある。西詰めには、広島市立交互小学校、広島市立交互中学校があり、道沿いに西に進むと、宮島街道との交点であるカノ江馬三叉寺となる。東に進むと空港通りとの交点である、広島西飛行場入り口交差点となり、 そこから南下すると、広島県総合グランドや、広島ヘリポートにたどり着く。東に道沿いに向かうと、昭和大橋、吉島橋から、南千田橋と続く。立体交差部1945年被爆後の、広島市。川口最も左側の川が、旧、福島川で、その最下流が、鹿の江馬橋。落橋していないとわかる。1955年頃、 大田川放水路整備によってかけられたトラス橋。ここの両岸は明治以降の土地開発により形成されたものであり、右岸川のカノエウマは明治時代、左岸川の観音は昭和初期に造成された。この観音地区は第二次世界大戦以降に計画された大田川水系のすべての川口部に一大軍需工場地区を整備することになった際に造成された土地であり、 県側の誘致と大日本帝国海軍の要請により、三菱重工業の造船、臓器工場の建設が決定した。昭和新海や交戸新海に、三菱の行為に用住宅地が確保され、そこから、江場の三菱工場まで連絡橋の建設を、三菱側は行政に要望してきたため、1944年、三菱が1、2、広島県と広島市が、 それぞれ1、4ずつ負担し、カニまかりきけた橋として、交互橋と昭和大橋の2橋が仮設された。1945年8月6日広島市への原子爆弾投下により被爆。落橋どころか損傷もなく、避難民が観音から西へと続々と渡っていった。しかし、同年9月、枕崎台風による水害により一部、落橋してしまった。 戦後、大田川放水路改修工事に伴い、1954年後トラス橋に掛け替えられた。これは二代目の交互橋にあたる。その後再加橋が決定し、1977年上流橋が1982年下流橋が、加橋され、海と島の博覧会開催に伴い立体、交差橋が加橋され現在の形となった。ありがとうございます。